高橋文也さん、曽田涼介さん、板垣瑞希さんのお三方ですキャストの皆様に盛大な拍手お願いいたしますでは一言ずつご挨拶を頂戴しましょう本日は広報のカメラより全国の劇場へライブビューイング中継されております 全国の劇場の皆様,様様々な方ご覧になっていますのでぜひメッセージをお願いしますまずは学校一のモテ男子で土直球な性格の瀬戸山純を演じました高橋文也さんですお願いいたしますえ瀬戸山純を演じました高橋文です会場の皆さんそしてライブビューイングをご覧の皆さんこんにちはよろしくお願いします ありがとうございます続いて瀬戸山の親友でみんなのムードメーカー米田晴人を演じました曽田亮介さんです、えー、米田晴人役を演じました曽田亮介ですご来場の皆様ライブビューイングをご覧の皆様こんにちはいやなんか男子だけってのもなんか新鮮ですが本日は短い間ではございますがよろしくお願いしますありがとうございます そしてのぞみの元彼で放送部の先輩矢野浩と演じました板垣瑞希さんです、えー、矢野浩と演じました板垣瑞希です、えー、ご来場の皆さんそしてライブビューイングをご覧の皆さん今日は楽しんでてくださいよろしくお願いしますありがとうございます本日はこうして男性三人によります舞台挨拶です無事に文曽田垣こと高橋さん曽田さん 板垣さんの男子チームが揃ったんですね。いや、笑いすぎる。ふ <laughs> <laughs> み。まあまあ、笑ってくれるならね。ふみそたがきの。お三方でよろしいですか。ふ <laughs> みそたなんですか。ふみそたがき。がき担当ってことですか。<laughs> <う> <laughs> ごろが、今日ヤングな感じで行かしてもらいます。味噌たか、誰かから呼ばれてますか？これは。今日初めて、ここが初めてです。初めての最前列の二名ほど大爆笑でしたね。ここの層には刺さるんやな。ねうん、めちゃ声でかいな。やっぱ声でかかった。でかいね。今日はですから交換ウソ日記男子会としていろいろなね、これもやると違った目線でお話を伺っていきましょう。さて公開から三週間ほど経過いたしました。 SNS 上では何度見ても感動するそしておかわり交換嘘日記をしている方もたくさんいらっしゃるというようで大絶賛の声が届いておりますさらにそうした反響の中には男性の方の声も多いんですね男ながらキュンキュンしました男2人で見てきたと女性だけではなくて男性にもしっかりと刺さっているようでございます。 高橋さん初めての主演した恋愛映画がこうして男性にも楽しんでいただけることについてはどう感じていいらっしゃいますか、はい、いやすごく嬉しいなと思いますしあの僕の地元の友達からこの間連絡が来てなんか僕の地元の仲いい友達たちが地元の映画館で見に行ってくれたらしくてでなんかみんなの写真とかをこう送られてきたんですけど本当にキュンキュンしたって言っててだって主演が友達でもキュンキュンするなら。 もうみんなキュンキュンしてくれてるんだろうなっていう思いもありますし、なんかそういった意味でもこう近くからもそうですし、こう sns を通して言っていただけるのも嬉しいなと思いますね。そうですね。同性のね、はい、皆さんから言ってもらえると嬉しいですよね。さら、はい、に多くの方たちにもこの映画が届いてほしいわけなんですが、様々な胸キュンシーンが話題となっております。その中でも今話題になっているのが、やはり望みと勉強中の瀬戸山が眼鏡をかけるシーンですね。 いわゆるメガネ瀬戸山と呼ばれていますこれ破壊力がすごいとかですね普段と違うギャップが大反響を呼んでいるということなんですが今日はギャップをテーマにお話を伺っていきましょう皆さんはご自身が演じたキャラクターがどんなギャップが魅力的なキャラクターなのかぜひどう感じているか教えてほしいですまずは土直球な瀬戸山を演じた高橋さんですが はい、ド直球な一面だけではなかったと思いますけど、うん、瀬戸山のギャップの魅力はどんなところでしょうそうですねでも多分米田とかはすごい分かると思うんですけどその女子から見た瀬戸山と男子から見た瀬戸山の違いは多分あるなと思っててなんかこう仲間内でいる時はもうすごい歯見ーーして,て「イエーイ!」ってやってるけどなんか女の子の前だと割と自分がこう出すのは得意な素直なはずなのになんかちょっと構えちゃったりとか。 記者って割とと素ではいいいられななみたいなところをやっぱりこう劇中でのぞみもあのなんか授業中にねサッカーの授業を見てましたけどああいうふうに普段自分に見せられない顔を瀬戸山君が違うところでしてるのはキュンとするだろうなと思いましたししてくれたらいいなっていうギャップも意識しして作りましたそうなんですね、うんはい、確かにちょっと男子との会話と女子との会話でね雰囲気が違うところが瀬戸ありますよね。そうですねはい そして曽田さんですが米田,です、ね、米田は、はいまあ、非常にムードメーカーで非常に明るいキャラクターですけどもギャップっていうのはどうでしょうそうですねあのわちゃわちゃするタイプで結構フレンドリーな感じなんですけど、まあ、そのフレンドリーの中にも意味があったりしてなんか瀬戸山の親友を思う気持ちだったりとかあと優子に対するその真剣なギャップって っていうのが、まあ米田の魅力なのかなとは思いました。はい、そうですね。高橋さんから見ても、そのあたり米田感じてました。ギャップっていうのは。そうですね。まあ、僕は瀬戸山といる米田しか知らないので、うん、その映画を見たときに、なんか優子の前でのテンションの違いみたいな、ちょっとしたこう、あの取り繕ってる落ち着きみたいなのが、愛すべき役だなと思いましたね。ね。<laughs> そうですね。 なんかよよとか言って <laughs> <laughs>、<laughs> ああいうのはめちゃくちゃその素太くが作る米田の可愛さだなと思いましたね。確かにね可愛らしいところはね、素太さんありますね。あ、そうです可愛らしいんですよ米、ね、田って。ね。ねそのあたりのギャップがありました。そして大人な矢野先輩ですが板垣さん、ギャップどうでしょう。えそのー。 ヨネダのギャップですかいやもう聞いてた本当に今この1分くらいいいよヨネダのギャップでやめろよヨネダのギャップ言い出したらもうけ分かんなくなるえな何でしょえっと矢野先輩はすごく大人っぽくてやっぱりねみんなよりえどこどこ何が何が何でしたっけあ俺がね <laughs> 板垣さんじゃなかったです <laughs> <laughs> 全然,全然,全然ほら矢野先輩はこうみんなよりね一個年齢が上で大人な感じのキャラクターですけどそれだけではなくてご自身の中でこの矢野先輩どっかギャップがあるかなって感じたりしてましたあ矢野先輩のギャップそうっすねうんやっぱり結構こうちゃんとすごいしてるように見えてなんかやっぱりなんかこうなんかちゃんとしてない人に惹かれるというか。 ギャップっていうんですかねうん、まあ、でもすごいこうしっかり者な人って意外となんかこう分かります絵とか可愛かったりとか「あ,<ー>そこああうわすごい字丸字なんだんな」字が丸字じゃってう, <laughs> うわすごい怖い人なのに字だけ丸字」みたいなかわいあ、ね、あるあるそうそう人とかいるじゃないですかなんかそういう人なイメージでこう割とこう先輩としてちゃんとしてるように見せつつ。 なんか子供っぽい部分が逆にあるようなタイプなのかなって思ってましたそうなんですねそれぞれねギャップがあるキャラクターがね3人いらっしゃったわけですけども続いてでは今日は女性の方がこの劇場多いような感じもありますが思わずキュンとしてしまう女子のギャップについて伺っていきましょうか劇中でねのぞみがおとなしそうに見えて実はヘビーロック好きなどギャップがありました。 皆さんは普段どんな女性女子のギャップにキュンとするかぜひ教えてください。高橋さんいかがでしょうこれ難しいよね、ええ。これも高橋さんが感じるギャップですね,プってね。ふとした時にね、それ感じるよね、ギャップって。あるあるあるんだ。<laughs> 一回聞いてもいい <laughs> <laughs> でもなんか。<laughs> うん えか,わいいかわいいね <laughs> うーん怒ってる<お>人が好きなの <laughs> 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 えぐいギャップ何それそ<の>え好きなギャップ話すときに自分のえぐいギャップ出してきたんだねなんか<お> <laughs> 目死んでんのにはい、はい、目合ったときに、はい、にこってされるとあ普段ちょっとなんていうんですか、ね、目つきがちょっとあんまよくなくて見たときに ちょっとま前を上げられるときょとああもうねあわかるそれはあるね確かに結構食らうねうん確かに男性陣共感してますね <laughs> 女性陣 <laughs> 分かんない,いやそ分かってやってたらもうギャップじゃないの<ー><れ>そう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 分かんないぐらいでいいなよなんだろうな笑いすぎだろ <laughs> ありふたさんはちょっと普段はなんかあんまり ちょっと俺のこと興味なさそうなのかなと思わせつつちょっとなんか微笑まれたりしたらちょっと心グッと掴まれるそうですねあ自分に興味がないのがいいのかああ<ー> <laughs> いやそれを隠しててほしいなるほどね隠してるとこさえ愛したいみたいな <laughs> <laughs> 隠してる包容 <laughs> 力ある俺みたいなそれは認めてる俺もいちょっとだいぶ言ってるけど<神> <laughs> <laughs> 高橋さんと板垣さんどうですか 女性のギャップはいえっとでもなんかその逆にこう女性ってこう人によってはこうちょっと声が低い人だったりとかこうなんか可愛い声を出そうと思ってない人って結構いるじゃないですかでそういう人がこうたまたまこう話してる時とかになんかこうなんか赤ちゃんとかのものまねしてる時とかないなんか「いやなんかこうあるんですよこう聞いてください」<laughs> 皆さんねちょっとざわざわしないで!」。するって ちょっとざわざわしないで一一一回、ね、一回一回ねちょっと話聞いて一回しないで、うん、話聞いてでその赤,赤ちゃんがわーってこう赤ちゃんがじゃないわ赤ちゃんのマネ <laughs> 女の子がこうしてくれてる時にこうあんなに <laughs> うーんみたいなこうちょっと僕はね女性じゃないんで <laughs> そういうことはできないですけど <laughs> まあなんかバ、まあ、ブーみたいなこうちょっと赤ちゃん言葉みたいな不意にこうね使ってくださる時に。使ってくださる <laughs> はい 年上の女性かなそれはいやいややっぱ女性に対してリスペクトなんで <laughs> 使ってくださる時にこう <laughs> やっぱすごいなってこう,こうやっぱ男にはこう出ない音やなってそれはうん,なんかこうね男の何かこうわかりますこう感じの男心っていうかはいはいっていう部分をすごいねくすぐられる瞬間っていうのがあるのようん母性本能みたいなことかなだか知性本能やな 先週結構完全にそこら辺のギャップにやられちゃうっすねなるほど声の音程の高さとかっていうところからくるってことです、ね、<laughs> いやっていうよりはこうベースのこうやっぱ女性だからしっかりしないとっていうしっかりさを出してくれつつたまにこうユーモラスでそういう可愛い,い声も出せるぞっていうところを見せられると また女性に生まれてくるってすげえんだなって思ったりしますめっちゃ難しい <laughs> もう俺ら最後置いてれるんいやわかりますあの言ってることはとてもあの分かるわか,かりますねそれをこう板垣さんが感じる時がこれまであったってことですよねということはねきっと感じて生きてきましたそうですよね22年間 <laughs> なるほどねそのなんか女性らしさというかねわ <laughs> かりました <laughs> 皆さんぜひ覚えてください。僕は箸の持ち方が綺麗な人とあの麺類をすする人です。一番わかんないよこの人のギャップが。どういうことですかギャップ？ギャップじゃない。え、女性って麺すすないでしょ。すするやろ。早いな。まあみんな手あげるしかないと思うけど、すする人いいなって思う。あ、麺すすった方がいいっすよ麺は。すすった方がいいの？うん。 いやメンズは全員すするじゃんやっぱすするすするであのラーメン食いに行ったりとかした時にさ、うん、みんなこうそのすする弟のでかさとかで勝負してるでしょ多分 <laughs> メンズは<え>メンズのメンズはね <laughs> やっぱそこに女性が入るとこう結構すすらないかったりするから、うん、えそんな気張ってラーメン <laughs> 負けず嫌いなのはまあ知ってますけど今回の取材でとか,、ね、とかそんなとこでも行ってたの見たいなと思いますね <laughs> はあ でその2人に勝つためにこれしかなかったのよ <laughs> その最後まで来ちゃってなんか俺たちがハードル上げたみたいに言う上がるじゃいそれは <laughs> <laughs> 上がるんじゃいって,って上がるじゃいそれは麺 <laughs> のすすり方ということでございましたありがとうございましたさてではここからはですね今度はご自身のギャップについて語っていただきたいなと思っていますお三方にこれからギャッププレゼン対決をしていただきます 皆様にはですねそれぞれご自身の普段見せている姿とは違うギャップについて僕のこんなギャップどうですかということを客席に向かってプレゼンンテーションしていただきます最後に誰のギャップに一番キュンとしたか全国のライブビューイングご覧の中継先の皆様も含めてお客様全員にご参加いただき投票で決めます公式の Twitter「現 X」のアンケート機能を使って勝敗を決めてまいりましょう。 ですね今ねみんなもそろそろ X になり始めて今 X やな今 X ですよねですよね今日から今日から昨日じゃない昨日だと思う昨日か俺昨日入れたの初めて X ええあっやってなくて今までじゃあ X の人からいやなんかそのアカウント作ったとかじゃないですけどなんか X 興味あってちょっと最近始めごめんなさいちょっとお願いしますいやいやということはツイッターやってなかったけど X からってことですね はい、さてその中ででは今皆さんスマートフォンありますでしょうか一度このタイミングで電源を入れていただきましょうライブビューイングの方もぜひ電源をこのタイミングで入れてくださいお三方のプレゼンが終わった後に X で投票をしていただきます引き続き撮影・録音はねし,らんしないようにご協力よろしくお願いいたしますそして一番投票の少なかった方には3人の中で1人罰ゲームがあります はい雑談中、はい、大変申し訳ありませんが罰ゲームありますのでおいやったええー、ありますよ時差時差めっちゃ酸っぱいやつとかじゃないだからああまあまあ、まあね、それだったらまだ後ほどね,ね楽しみにしたいなと思っておりますいいご自身のギャップについていかに自分はこのギャップが魅力的であるかというのをプレゼンテーションしていただきましょうでは準備をお願いいたします ね、会場の皆様、スマートフォン大丈夫そうですか今のうちに準備をしといてくださいさあではまずは高橋さんからお願いいたします一人ずつなんや大丈夫準備できてるキャップがね、OK、です <OK> <OK> では参りましょう高橋さんおっと眼鏡 <laughs> んか満を持して感がすっごい恥ずかしいんだけど。<laughs> まあそうななるわな <laughs> 似合ってますね。似合ってますねいいありがとうございます。ではメガネ高橋となっていきましょうか。はい僕のはいギ、はい、ャップはじゃん僕だってあ間違えた。<laughs> <laughs> 俺だって男の子だもんです。いいいい男の子だもんです。 これはどういうういこことでしょうかこれはやっぱなんかこう何なん,なんですかねまあ年齢とイメージとなんかこう結構クールっぽかったりとかなんかされてるらしくてなんか「ラーメン食べるんですよ」とか言うと「ラーメンとか食べるんだ」ってよく言われたりとかするのもあるしあとビールが一番好きだしそうそれそれそうそう一番好きやしもう ニンニクも一番好きやし納豆も好きやしだからもう男の子が好きなものだからもうあの仮面ライダーももちろん好きやし赤とかも好きやし尖ってるかっこいい変身系とかも好きやしうお大丈夫だぞ <laughs> <laughs> 世の中分かってるお前が男の子だって、うん、大丈夫大丈夫好きやし俺だって男の子だよっていうありがとうございました高橋さんでございました <laughs> では続いて、曽田さん行きましょう <laughs> あんま言わないんだ、そういう、えー、言わないんだ、うん、<laughs> そっかではそっかえサングラスかもしれないしねわかんないね、これしたら、ね、好みやからなあ、これあれだカチャってできないタイプのメガネだ <laughs> 珍しい、こうやってマイク持つの、うん あとカチャッとできないタイプだってあんま言わない曽田さんいきましょうはい行 <laughs> きますベンパジャマがクマさんいいねーギャップよねー 2> 僕2つパジャマがあるんですけど両方クマさんなんですよもこもこ系オコモコ系は一緒やん一緒はダメじゃんいい <laughs> <laughs> いやいやいや <laughs> 一生はダメだよなごめんごめんごめん違う俺持ってないわクマのもこもこ系のそうそう男の子だからクマさんパジャマちなみに昨日とか今日にかけてもですかあ、そうですもうずっとクマさんのパジャマをそうですか着てるっていうはいそれだけですいやいいですよクマさんパジャマでしたそささんでしたありがとうございましたでは 板垣さんさ。ガキは何出してくんだよね。影、ええ、ちゃうの、踏み添ったガキです。<laughs> ガキを担当しています。ガキを担当して。<laughs> ガキ。うわ。気合入ってる。気合入ってる。うえ。一歩前に出ました。では。板垣さん、お願いします。 います。気になる。僕はこちらです。デレッ。休みの日レトロな、えー、おもちゃを見に行くほ<ー>、えー、です。これはどういうことですか？え、おもちゃ見に行く。そのまんま<あ>そのまんまなんだ。<laughs> ギャップギャップというのは。あ、え、なんかそのなんかあんまギャップがどこなのかなってあんま分かんなかったんでそのなんか。<laughs> こうあんまやらなそうなのはこうレトロなおもちゃをこう見に行くとか僕はあんま想像つかなそうなのかなと思って。確かかににそうですねね近かったけどというのとレトロなおもちゃ見に行くっていうのも。 なんて言うんですかね僕あのロボットとか古いおもちゃとかが結構好きで男の子でしょ、うん、<laughs> なんかなんか敏感やな男の子に <laughs> <laughs> でまあなんかそういうところに行ってこうおじちゃんとかおばちゃんと結構話して「このおもちゃはこうで」みたいな「ここはここで売ってて」みたいな「これは実はここから届いてて」みたいなそういう結構世界の話とか「実はこのおもちゃはここの昔う昔 なここで昔売ってたおもちゃなんだよとかそういう説明聞くのすごい好きでとかなんか昔のおもちゃのこう説明を聞きに行ったりとか買いに行ったりとかしますありがとうございます板垣さんでしたあさあではアンケート準備整いましたので早速行きましょうこれより投票スタートでございます投票時間1分間です用意スタート1分こうしてればいいのかな くまパジャマの曽田さんそして男であるという高橋さん,んみたいなレトロなおもちゃを見に行く板垣さんという三人でございますね、まあ、<laughs> 一番ギャップが魅力的という方に一票ぜひお願いいたします公式ツイッター失礼公式 X でぜひ投票をお願いいたします<マ>さてどうでしょうかもうでも時代は変わるの早いねそうだね,ね。もう X 呼びだね、うん、早いね早い,早い。初めて感じたけどわかったわかる わかるわさて会場の皆さんもう投票完了してますか ?OK お素晴らしいこれはということはもうプレゼンしながら投票した人もいるかもしれませんねいますかね,ねえさあ果たして誰になるんでしょうか最下位になった方は罰ゲームがありますので頑張っていただきましょう <laughs> さて間もなくでしょうかちょっと今アンケート結果集計いたしますみんんな頼んだぞ 頼んだぞお願いしますさて今集計中でございますねくーまレトロのおもちゃ買ったりもするの買う買うへーだからあのー、おもちゃをこうやって何回も引っ張ってロゴ,ロゴ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 ロみたいな みたいなみたいなンガガ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 うガガ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 て、ガガ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 なガガ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 ガロロロ。ガガ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 

えっ、マジでうそでしょ何本人以外みんな分かってたって。でも、ラッキーセブンってことで、当然いいことありまね。超ポジティブ。え、結構ギャップじゃないロボット、正直。違うんですかね俺は思ったよ、ギャップだなって。いや、お前が思っても全員が思わないといけないんだよ。いや、俺が7パーだね。 俺が,俺が7番 <laughs> さてその中で最下位だった板垣さんなんですが2回目の舞台挨拶で全力胸キュン挨拶をしていただきますいや。最初のご挨拶の際に胸キュンワードそれからポーズなどを入れて全力でお客さんを胸キュンさせていただきます次回鑑賞の皆様ぜひ楽しみにしていてくださいね、考えててくださいねはい。さてではこれより フォトセッションに移らせていただきますスチールカメラの撮影がありますので準備をお願いいたします はいどうもありがとうございますではムービーの後ろのカメラに手を振っていただきましょうあーっと ありがとうございますではスチール撮影もう一度よろしいでしょうかありがとうございましたそして本日はなんと 今、皆さんスマートフォン、電源入れてますか特別に撮影タイムを設けます今からですね私がどうぞと言ってからおよそ15秒間撮影可能とさせていただきますスマートフォンなどでキャストの皆様を撮影してください、ねはい、私がどうぞと言ったら皆さん準備 OK? いいですか ではおよそ15秒間どうぞはい終了ありがとうございましたありがとうシュッシュッ終了終了ありがとうございます ぜひですねこの写真ですけれども本日の感想とともに SNS で「ハッシュタグみんなで交換嘘日記」をつけてアップして構いませんアップして構いません是非その際には SNS で「ハッシュタグみんなで交換嘘日記」とつけてお願いいたしますではスマートフォンやカメラなどはここでおしまいくださいでは高橋さん最後に一言ご挨拶を頂戴しましょう えー、皆様ごご来場いいただきままして誠にありがとうございます公開から約3週間経ちましてまたこうしてねあの舞台挨拶という形で皆さんとお話しして作品の魅力をこう伝えてまた皆さんが劇場に足を運んでくれたら本当に嬉しく思いますしまだまだ夏も暑くなってきますし共に映画と共に心を安らかに楽しんでもらえたらなと思います。今日の実は <laughs> 本日はありがとうございました。<laughs> 今日はと今日はと混ざっちゃったな。今日,今日は,はそう今日はありがとうございましたと本日はいつも前日本日は本日は,本日はあ今日日は今日日はお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。どうぞキャストの皆様に盛大な拍手をお送りください。